昨日東北で初めて導入されたトヨタ自動車の超小型電気自動車シーポッドです。平田村に工場を置く三新金属工業は発電設備で出た熱を利用するシステムを取り入れるなど環境保全に取り組んでいて、今回は二酸化炭素の排出削減などを目的に電気自動車を導入しました。カーボンニュートラルっていうのがもう間近に迫ってきてるよということが、まあ、社員にもねこういう電気自動車をこう購入することによって、まあ、意識してもらえるというかね。電気自動車はおよそ150キロまで走行できるほか、災害時には電源としても使用できます。今後は工場内の移動などに使用することにしています。